多分上級者もやらないでしょ。久々になんか凄まじいワイプアウトしたりとか。おお。降りたくねー。ニューモードなんだけど。というわけで、ポイントついたんで、ちょっとサーフィンしていこうと思うんですけど、ちょっとニューボード、またゲットして、こんな感じです。どうすか、ペイント。いいっすね、めっちゃ。こんな感じです。ピンク。いや、ピンク。あ、違う、ピンク、ピンク。あ、ピンク。結構いい感じですよ。うん、高橋さんがさ、510で、テール映してる。これラウンドピンじゃないね、ラウンドテール。ラウンドテール。じゃあはこんな感じ。510、あ、ちょっとへこんでるよ。まあいいや。結構炸裂し炸裂しかも誰もいない。いいよ、流れやばい。折れっか、超折れてる。確かに結構近くていい。うわ、見る、うわー、うわー、板降りたくねー。そうなんだけど、変えようかな。逆に。まあいいや、とりあえずやってみる。あのそんなとりあえずテストして。というわけで、ニューボード乗ろうと思ったんですけど、ちょっと折れそうなんで、慣れてる方でちょっと最初やって入っていきたいと思います。
疲れ様です。お疲れ様です。ハードっす。やばかったっす。結構今来てないけどね、来てないけど結構ハード、もうハワイ級の波来てるって感じ。まあ見ててわかると思うけど、いやだいぶもう分からされました。一本さチューブ巻いてたやつやばかった。やばかった。おー、もう久々に地面に、地面にバーン、下手したらインターン折れたね。うわー、行っちゃったかなと思ったけど、中綺麗に入ったから平気だった、まあ、確かに。もうハワイ並みに巻かれて、もうマジ地面張り付いたから。あ、張り付いた張り付いた張り付いたで、動けなくて3秒ぐらいじゃと思って、あっ上がったみたいな感じ。久々にテンション上がった。これは見てるのもやばいけど、入ってたらインサイドが、いや結構やばい、ね、けどなんかいいとこ入れればいいの乗れそう、うん、ちょっともう一回やってこようから。オッケー、いいですか。全然お願いします。はい、ハードになってる。いや風もなんかちょっと強くなったね。風強くなってるよね、うん、結構やばいね。あの最初狙ってた あそこの奥のグーフィー、あ入る直前結構いいチューブだったじゃん。 あれ幻だった。あ俺ずっと見てたんだけど、ないよ、なかった。ないよ、ね、うん、ないと思って置き来てさらに、で何本かいいのあったんだけど、もうそれも合わなくてタイミングが。よっしゃ最後乗れたと思ったら半端ないっすって。どんなってた、半端ない刺さり方してたよ。おぉおぉあ、リップリップしてるんですよ。もう死んだかと思った。それはもうやっぱなんかね、バックオーシュみたいに入ってるんですか、手前で、もう1ラウンド目のあのチューブより巻かれた。あ、マジ。もうさっき5秒ぐらいずっと回りついて動けなかった。上がってきた後もやばかったけど。え、そう、それ食らってる。5発ぐらい食らった。いや楽しかったけどね、まあこうやってやられる日もあると思う。まあなんかいいウォームアップだったです、はい、というわけでちょっとニューボード使いたかったんですけど、これちょっとさすがに一発目で折るのはもうちょっと怖いんで、何回かやっちゃってトラウマになってるんで、ちょっと慣れてる方で、ちょっとタイフスウェルで結構折れなかったこっちで今回はやらせてもらったんですけど、まあハード、あれはもうマジでもう
多分上級者もやらないでしょ。やらない。プロの物好きだけでしょ。俺みたいにハワイとかやってる好きな人だけかなって感じで。俺はすげえ楽しかったけど、やりごたえあって久々になんか凄まじいワイパーとしたりとか、パーリングしたりとか、パーリングもしてたよね。してた、だいぶ。なんか初心に戻りました。なんかチューブとかも入るだし、まあ、結構体的にはなんかエクササイズになったから楽しめた。みんなももうちょい試したかったけど、もうハードだったからしょうがない。まあ折れてもしょうがない。とりあえず板無事でよかったよ。確かに。これだったら。余裕で50-50 ぐらいな。ギリギリ全然折れても驚きもしないぐらい。そうだよね、ギリギリのワイパーズ何回かしてたよ。まあでもすげえ楽しめた。人もいないし、さすがにいねえよ。いや、いないね。今回はあの台風12号のスウェール、ここは多分もしかしたらバックスウェール入ってるかもね。確かに、うん、ありえるね。もうあって、まあ、ちょっと風強かったんですけど、結構強烈な波やれたんで楽しめました。まああの今回の動画見てもらって、まあ、ぜひいいなと思ったらいいねとコメントなどもどしどし待ってるんで、あのしてください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。